イーグルアイアメリカ沿岸警備隊仕様の塗装が施された試作機ベルイーグルアイはアメリカ合衆国のベルヘリコプター社が開発したティルトローター式の無人航空機である。ベル社の内部故障はモデル918。垂直離着陸可能でありながら高速、超高速距離でまた小規模な設備でも運用できることから特に関西機として注目されている。 ベルイーグルアイは、ティルトローター方式の採用により、完全無人でありながら巡視船や、フリゲートなどの小規模なヘリコプター用、飛行艦板からでも離着陸でき、かつ、従来のヘリコプターよりも優れた、飛行性能を備え、長時間の洋上紹介が可能である。イーグルアイは、アメリカ海軍の VTUAV 計画に応じて、開発された。開発計画は、 1993年に製作された8分の7スケールのプロトタイプである TR-911X をもって開始され複合材料を多用した機体の設計はスケールドコンポジッツ社によって行われた2機の技術実証機はアリソン250を胴体に単発に配しトランスミッションを介して両翼端のローターを駆動させる方式をとっており この技術実証機は1998年3月6日に初飛行を行った後飛行試験に入った。第一フェーズは地上発進での試験であり、1998年4月に完了した。続いて開始された第二フェーズは環状運用試験であった。この試験中、試作1号機は事故によって失われたが、2号機によって試験は成功理に終了した。 一連の試験によって達成された成果は、到達飛行高度4450メートル、巡航速度時速370キロメートル以上、対空1.7時間、航続580キロメートル余りであった。この試験結果に感銘を受けた、アメリカ沿岸警備隊は、当時進めていた装備の刷新計画であるディープウォーター計画の下、フルスケールの機体の試作を要求した。 この機体は TR-918 と呼ばれ、プラットホイット2社製、P255 ターボシャフトエンジンを単発に配していた。その後、2002年夏、アメリカ沿岸警備隊は同期の導入を正式に決定した。沿岸警備隊の導入型は TR-918 よりもさらに大型化しており、時速 370km の最高速度を発揮し、 9 0ラムのペイロードを搭載して5.5時間の航続距離を有していた。アメリカ沿岸警備隊に加えて、アメリカ海軍、アメリカ海兵隊、また、日本の海上自衛隊や海上保安庁も導入を検討していると言われていた。また、2004年月には、フランスの政治無社、ドイツのラインメタル社とヨーロッパでの販売について協力関係を結んでいる。 しかし2007年、沿岸警備隊は本機の整備計画の中断を発表した。これはカッターから運用する回転翼機についてさらなる検討が必要となったためであるとされている。ありがとうございます。